ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、中田翔選手が中日正式に決定というところで、ま、ね、はい、決まりましたけれども、はい、およよそうなってきたら、はい、ちょっとびっくりするような今ネタが出ています。まあそうだな、はい、まあ想像するにまあトレード説だよな。そうです、ビシエドトレード説が今めちゃめちゃ記事をにぎわせてます、はい、これ、まあ、いわゆるファースト中田翔選手が来ることでおそらくもうレギュラーは確定と。まあ確定でいいだろうな。ほぼ確定ですよね、うん、何か、まあ、ほぼっていうか確定しないと、まあ、中田翔も心動かないよね、うん、それ多分立浪監督も中田翔選手をその口説くときに、やっぱりレギュラーでファーストという一確約ということももちろん契約の中には何かしら入っているのかなとか。まあそうそうだな。そうですね。まあ立浪監督も、まあ、2年間ね、はい、まあ、ビシエドと一緒にプレーをやり、うん、まあ、プレーをやりっていうか、まあ、あのチームを預かりね、はい、まあ、ビシエドを見てきたわけだけども、はい、まあ、やっぱこう物足りないっていうね、うん、まあ、そういうものは成績を見ても、まあ、そうだろうなっては思うけどね。そうですね、はい、となるとビシエド選手は、はい、まあ、ファーストしか守ってないので、まあ守れないだろうな、うん、ファーストしかな。ですよね、はい、となるとトレードされるのではないかと、うん、他球団が欲しいと言ってもし条件が合えばこの可能性っていうのは他球団から来るというよりも中日側から売りに行くっていう感じかもわからないね。どちらかというと、まあ、年俸がまずあるじゃない。そうなんです、高いじゃない、はい、そうなんです、あの複数年の最終年が来期で、はい、推定年俸3億5000万ということで、やっぱりそのあたりもネックはね、まあでもまあ推定だから、はい、これが5億もらってる可能性だってあるし、うん、はい、だからちょっとわからないけども、うん、なかなかやっぱりねこう取って、うん、まあ、今年の成績であれば、はい、高くないか。高いですな、はい、いやだからただその魅力は、はい、来シーズンから日本人選手扱いなんだよね。そうなんです、来季から日本人選手の扱いになるので、うん、だからまあトレードしやすいっちゃしやすいよね。そうです、だからまあそこら辺がまあプラスなんだけどもね、はい、ちなみに今シーズンの成績なんですが91試合に出場して打率2割4分4厘ホームラン6本、23打点、得点圏打率2割5厘来日の8年目にして全てがワーストだったという。まあそりゃそうだな、はい、だからこの成績がいやもっと力のある選手だとは思うけども、うん、まあ年齢とともにね、はい、まあ、成績が落ちていくっていうのはこれはもう人間の差がだからさ、はい、もうしょうがないけども、うん、まあそこまでは落ちてないとはいえ年俸と見合う成績かというと叩き出せないだろうなとは思うよね、はい、となると中日側も、まあ、トレードとかで出したいな、うん、まあ出したいよね、はい、ただそのビシエドに可能性をこう感じるチームは、うん、あの取りに行くとは思うけどもね、取りに行ってもいいなとは思うだろうけども、はい、まあ、外国人枠が一つ空くので。そうだな、となるとじゃあどのチームビシエド欲しい、うん、まあ、ファーストしか守れない、まあ、DH だったらもちろんパリーグありなんですけれども、どうでしょう豊さん。あのね、はい、こんなにはっきり、まあ、日本に長くいるからそうかもわかんないんだけども、これだけはっきり欠点が見えてる選手っていうのもなかなかいないんだよ。その欠点と、まあ、インサイドだよね。あ、まあ、これもうみんなもう周知の承知というかさ、はい、インサイドのさばき方がやっぱ難があるんだよ、うん、だからここがあるからな、なかなかやっぱこう難しいよな。各球団もう弱点分かってるだけにマークがされちゃってる。もうね全球団知ってるよまあそうですよね、全ファンが知ってる全ファンが知ってる、うん、ただこれまで成績をそれでも出せてたっていうのはだから間違えるからね。あ、やっぱそこにきっちり来られるっていうこともないし、はい、まあ、たまにはそれは打つわ、うん、だけどきっちり来られるとやっぱ厳しくなるし、でやっぱこう年々スピードも上がってるしね、はい、で特にスピードボールが弱いから、だからパリーグっていうことも考えるけども、あ、ちょっと厳しいのかなっていうような感じはするけどね。例えばパリーグ、いやそれはね、中日がビシエドを出す、はい、もう本当に似合う選手をくれって言うんだったらこれは絶対成立しないと思うよ。そうでしょうね、金額的にも見合う選手だと。いやだから、まあ、金額的にではなくても成績的にとかさ、はい、ただビシエド出す代わりに、まあ、例えば1軍半の選手、これから伸び盛りの選手なのかなっていうような選手をくれって言うんだったら、うん、これは成立するかもわかんない、はい、だから見え方としたら出して出血だよこれみたいな形じゃないとなんか成立しそうな感じはないよ。同じようなのだと無理だってことですね。いや多分無理だよね、
で過去タイトルも取ってるしさ。そうですよね。だからそういった選手と、いやじゃあ同等なっていう風になってくると厳しいという。例えばロッテがポランコを自由契約というか契約しなかったじゃないですか、はい、っていうところでの例えばビシエドっていうのはどうなんですか。いや、まあ、可能性はなくはないよ、うん、日本人だから。そうですよね、枠として、うん、はい、だから外国人もあと2人野手使えて、うん、ピッチャーも2人使えるっていうことになってくると、うん、これはやっぱ戦力的には大きいよね。ただやっぱ働かないことには何のプラスにもならないということ。ビシエドさん、ビシエド来シーズンは活躍どこしますか？だけの力は、まあ、だから使われ方だと思うよ。ずっとレギュラーで使い続けてればっていうところですね、うん、やっぱあれだけの数字をね、叩き出してる選手だけに、それはやっぱこうなんとかなりそうな感じはする。ただやっぱこう中日とすればホームランを打ってほしいとか、はい、勝負強さとか求めてるよね、うん、はい。でも他の他球団行って球場が狭くなってくるとある程度ホームラン数も増えて、はい、まあ、プラスだその分打点も増えてくるっていうことを考えると悪くない選手ではある。じゃあ DeNA、はい、ファースト外がいませんっていうところで。いらない、いらない、いらない、オースティンがでも分からない、来年、いや分かる分かる、もう絶対オースティンは来年やる。最終年だからですか。やるやるやる、多分ね。じゃあそうか、だからまあ言えば DH があってファーストも守れるからね、まあ、西武だとか、ね、ロッテ、はい、で外国人に苦しんでる楽天、楽天、はい、とか、それだったら可能性はなくはないかな、トレードで。ただそのどういう選手を欲しいかどうかっていうことだよね。そうですよね、うん、だから、まあ、そこら辺でしっかりこう釣り合いは合わないような感じで見えるけども、うん、それでも成立するんであれば、うん、まあいいかもね。ですよね、うん、ただやっぱパワーピッチャーが弱いっていう風になってくるとパリーグ行ってもなかなか苦戦はするかもしれないなっていうところはあるんですか。まああるよな、うん、ただまあそのパワーピッチャーで外は打てるんだよ、うん、はい、いや内なんだよ。でもパワーピッチャーで精度よく内に攻めてくるピッチャーっていうのはなかなかいないというか、やっぱ腕を振って外に自分のボールを投げたいっていうピッチャーが多いパリーグは、あ、じゃあいいかも。まあいいかもわからないね。そうですよね、うん、セリーグとパリーグを見たときに精度がいいのはやっぱりセリーグの方がいいのかなって思うよね、コントロール、コントロールっていう。でもパワーという意味ではまあパリーグ、まあ最近はもう拮抗してきているけどね、はい、ピッチャーもね。だからなかなかこう、まあ、厳しいけども、まあ、間違えるからピッチャーは、うんうん、投げてても逆球平気でいくから。そうですよね。だからまあそれを逃さないようにすれば、うん、で安定的に使われないとダメなタイプだからね、うん、今年はやっぱこう、まあ、動画でも我慢したら我慢したらって 言ったけども、それは我慢も限界があるからな。そうです、ね、うん、だからもう限界超えちゃってるからもう外したりだと、まあいろいろしたけども、それはやっぱあの成績じゃ外さざるを得ない、うん、まあその通りだよいやだからまあ可能性としてはないことはないけどもね。ただ欲しい、その欠点が明らかに見えてる選手は欲しいかどうかっていうことだよね。まあでも守備はしっかり守れるし、まあ総力だってまだまだあるしね、うん、そうですよね、うん、あの大型の選手の中ではね、はい、すごくあるし、だからここだけなんだインコースだけなんですね。まあここだけって言ったら、ここ打てるんだったら、うん、中日も出さないよ、まあ、ファーストで使ってますよね、まあ、まあ確かに、確かにそうなんですよね、うん、だからまあそれでもいいっていう球団があれば動く可能性はあるの。逆に中日はビシエドを出したくない、置いておきたいっていう考えっていうのはどうなんでしょう、あるで可能性的には。でもさ、はい、まあ、例えば中田翔がいて、うん、でまあ、足に爆弾を抱えるようになって、うん、まあ、1シーズンというよりは まあ、たまに休ませながらっていうふうに考えた時に、うん、代わりにビシエドっていう、うん、控えてる。でもそれだったら、うん、その数試合だったら中島でいいんじゃないのっていうような感じもするしね、うんうんうん、そうですよね、うん、だからその給料となんか釣り合いが合わないよね、成績が。成績はそうなんですよ、ね、だから安定的に使いたい、使えるチーム、例えばファーストが空いてるのはやっぱこう西武だし。そうですね、西武、ロッテ、まあロッテだな、はい、まあ、そういうところになってくるのかなっていうふうには思うけどね。同じセ・リーグ同士の同一球団とかではどうですか。
抑えただけにさ、だって1シーズン抑えていったじゃん。そうですよね。ビシエドには何の仕事もほとんどさせてないっていうことを考えると、うん、印象はあんま良くないよね。そうですよね、うん、特に今年の本当に印象を見ちゃってるだと取るのが不安視する球団もあるかもしれない。まあでも俺は安定的に使ったりとかすると、うん、まあ、そこそこの成績は俺は上げていくと思う。ただもう来年は中田翔がいるから使えないということを考えると、まあ、出してあげた方がいいかもね。ですよね、うん、中田翔選手がちょっと怪我とかちょっと休養っていう意味だと中島選手とか、まあ、宇佐美選手とかでそこでビシエド選手が入ってくる隙間っていうのがなかなかっていうことになっちゃう。まあ、宇佐美とかはもう全然ビシエドの方が絶対上だけどね。まあ、本来だそうですよね。本来はね。だから、まあ、広島も4番で苦しんでる。まあでも外国人先手打っても取ってるというね、まあそういう事情から考えると、まあ行くとしたらパ・リーグかなっていうような感じはするけどね。そうですよね。多分ビシエド選手も中田翔選手獲得っていうの気になってたと思うんですよ、すごく。まあね、だけに。だから、あの中日からマルティネスが日本ハムに行ったじゃない、はい、だから中日の時ってマルティネスっていうのはあんま打ってないんだよね。そっかそっかのね、はい、で今ファーストやったりキャッチャーやったりとかしてるけども、でも日本ハム行って安定的に出れるようになってくるとやっぱこういいバッティングするようになってきた、うん、確かに。まあ、そういう風になってくれるんであれば、まあ、パ・リーグ移籍しても、うん、あの成績は残せると思うし、かもしかして環境を変えたら、ね、そうなるかもしれない。そうだね、だってポランコが巨人からロッテに行ってホームランを取るぐらいだから、はい、だからそれは一回ハマればね、うん、まあ、それと日本のピッチャーに慣れてるということ、はい、環境にも慣れてるということ、うん、まあ、それを考えるといいトレードになるかもわからない。そうですよね、うん、いやこれ本当にビシエド選手トレードっていうニュースが出てきたら、はい、結構大きなニュースですよね。まあそうだな、はい、ただねやっぱ中日の方もいても使えない、ただ腐らすだけだっていうふうに思うんだったら、うん、まあ、ビシエドのことを考えるとね、うん、あのトレードしてあげた方がいいかもわからないし、そうですね、で、ある程度の選手を取れるんだったら、はい、まあ、その方が中日にとっては中田がいるだけにいいかも、うん、いいトレードになるかもわからない。そうですよね、うん、だからまあ最近はトレードって言ってもさ、うん、みんななんかこう移籍したって明るいじゃん。まあそうですね、昔泣いてたからね、ネガティブなイメージだったんですね。ネガティブな感じだったから、 FA で行くっつって、うん、お前手挙げて行くっつって決まってない、お前何泣いてんだってお前泣くなよみたいな。ありましたね、あったよね、はい、いや泣くぐらいだったら残れよみたいな。確かに、まあ、そういうのあったけど、はい、今もうネガティブじゃなくてポジティブだから、はい、うん、みんなね、まあ、そう考えると、はい、まあ、ビシエドもしてあげた方が、まあ、立浪監督の気持ち一つなんだけども、あのチームを作る上での、ね、考え一つなんだけども、必要ないと思うんだったらもう出した方がいいかもね。そうですね、うん、ビシエド選手のためにもというところで、はいはい、まあね、やっぱ中田翔選手が補強で入ってきたというところで、まあ、こういうふうなちょっと憶測というかビシエド選手の去就じゃあどうなるんだっていうふうに話題になっていますが、じゃあ次の動画というかまた別の動画で、はい、中日来季の構想、まあ、ポジションとか打順とかスタメンを含めていろいろあの補強したしな、かなりしましたから、ルーキーもいるしね。そうなんですよ、じゃあズバリ来シーズンの豊さんが考える中日の構想なども別動画でちょっと撮っていきましょう。はい、はい。